絵が進まない。終わらせたくない、この会話を。先生、ごめん。ケンマン、何やってんの？え、ファイヤー。これ、私の日本語学校の社長さん。いやいやいや、社長さん。社長じゃないですよ。何ですか、これ。あ、スプレーアート。娘が大ファンのやつじゃないですか。フォローしてる？いや、実は私もフォローしてるんですよ。フォロワーさん限定くじ引き、ミャンミャーだから。ミャンマーね。忘れちゃったから1から7番ぐらいの数字お願いします。1番です。1番、猫。猫は今日40度超えてる中でやってるんですか。なんか子供たちの前で書いてくれと日本からミャンマーに来たんですよ。あ、やっぱ大事なことですね。プレゼントしてめっちゃ喜んでます。そうですよ。もう心持っていかれますからね、これ。もう、え、娘さん知ってたんですか。めっちゃ好きですよ。大ファンです。マジか。え、娘さんは何歳なんですか。大学4年です。あ、その子が知ってるんだ。大学入ったぐらいからずーっとこの話してました。それは持ってんじゃないですか。持ってますね。え、一番海外でなんかやらかした話とかあります。もうやばかったなみたいな。私結構ね、誘拐されるんですよ。え、誘拐されたんですか。まあタクシー乗るじゃないですか。はい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 。途中でタクシーの運転手が降りて逃げちゃうんですよ。パーッと周り見たら、うん、銃乗ったやつがいて、おう、そのまま連れて行かれる。やば。え、どうやって普通に、どうやって、何が、え、彼らの目的は、うん、やっぱりお金なんで、うん、カバン開けろ。はいはい。カバンの中に入れてたのがですね、5本持って。ないじゃないですか。わからない。絵が進まない。終わらせたくない、この会話を。何を持ってて助かってたのかコメントください。3 2 1。おお、かわいい。すげえ、めっちゃ娘に喜ばれる。ファイヤー。